はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、日付が5月31日ということで、きっとですね、この動画が公開してる日にち、6月の2日か3日ぐらいかな、遅くても、目指そうとは思うんですけれども、なぜですね、普段僕が編集時間かかるのにこんなにキンキンに上げるかと言いますと、今日ね、これ今僕新宿に来ておりまして、小田急エースという建物の中でですね、地下新宿ラーメンという、大体ね、どのお店さんも1週間限定でね、出店するイベントをやっているそんな店舗がございまして、実はですね、明日6月1日からラーメンがね、好きじゃなくても知ってる方も多いと思います、あの藤丸さんがイベント出店を行うということで、特別にですね、前日にお呼びいただきまして、本日はその藤丸さんのラーメンをいただいていこうと思います。で、今回のイベントに際してですね、限定で販売しますのが冷やし中華で、それと、通常、お店でも販売しているような、いわゆる二郎系、まあ、藤丸のね、ラーメンを提供されるということで、本日はそちらの2品をいただいていこうと思います。で、今日はですね、その動画を急ピッチに編集をして、ぜひですね、皆様にもこのイベント来ていただきたいので、この動画をね、見て気になったっていう方は、6月1日から7日までね、出店しておりますので、ぜひ、藤丸さん食べに来てみてください。で、もうすでにですね、1杯目のメニューは作っていただいておりますので、もう少々メニュー来るまで待ちたいと思います。いや、ただ正直ですね、この撮影が現在ですね、8時過ぎておりまして、今日は撮影外でも本当に朝から、何件もいろいろとちょっと仕事回ってまして、今日最後のお仕事ということで、若干ね、こう、顔がね、疲れてる部分あると思うんだよね。でもね、この藤丸さんのパワーのあるラーメンをね、一日の最後にいただいて、元気をね、補給して今日は帰りたいと思います。ということでですね、こちらメニューが到着いたしました。今回ね、イベントで販売しますのが、この通常お店でも提供しているラーメンと冷やし中華ということで、早速ね、これいただきたいと思います。いや、あのね、この新宿でこの姿が見れる異常性がやばいよ。あの、本当にね、藤丸さん知ってる方はわかると思うけど、新宿でまさか見れるとは。ちょっといただきます。うまそう。あ、うまっ。藤丸や、やっぱうまいね。久々に藤丸さん食べたけど、パンチあるわ。で、この豚ですよ、これ。イベントで出す厚みじゃないよ、これ。いただきますね。うん、うめえ。ちょっともう、麺いっちゃっていいですかね。いや、この香りがここで嗅げんだもんな。うわー、うん、本当にね、通常のお店そのままの美味しさ。やっぱりね、今世の中にはいわゆるね、二郎系と呼ばれるお店っていっぱい増えましたけど、いくらね、お店が増えても、この藤丸さんの味っていうのはもう完全に藤丸なのよね。わかるかな。ちなみにですね、これイベント店舗ではございますが、お店同様にですね、あの野菜増しだったりとか油増しとかね、トッピングをね、増やすことも有料でもちろん可能ですので、このラーメンをね、がっつり食べたいと、もう腹いっぱいになるまで食べたいって方は、追加のね、トッピングもちょっと注文してみてください。このね、クタクタのいわゆるクタ野菜がね、藤丸さんはうまいんすよ。
まだね、一杯目を食べ始めて5分ちょっとぐらいなんだけど、一杯がもうないっすよ。さっきまでね、こんな具材あったのに、今もうこんだけ。やっぱね、こんだけうまいと量あってもね、ペロッといけちゃうんだよね。そしたらこちら、ラーメンの最後の一口、藤丸さんといえばの固ゆで卵で締めさせていただきます。そしたら早速続いてね、この夏らしい冷やし中華限定いただいちゃいましょう。うわ、これちょっと混ぜようかな。うわ、じゃあちょっとこれ麺引き上げちゃいましょうか。重たい。はい、いかがですか？うまそう。じゃあちょっとせっかくなんで、野菜とかね、具材絡めつつ、ちょっといただきます。うんま。もうね、この一杯を一言で表すなら、藤丸流サラダ。もう野菜もしっかり入ってるし、これごまっぽいペーストなのかな。まあ、ジャンク感とこのさっぱり感がこう共存してる感じ、すげえうまいよ。またね、このちょっとしょっぱいぐらいにね、醤油の染み込んだチャーシューと一緒に麺すると、一気に藤丸さんになる。あー、これは食ってほしいな、みんなに。このね、ちなみに冷やし中華なんですけれども、昨年は東浦和店さんのみで販売したみたいでして、まあそういったね、夏季限定のメニューなんですけれども、まだね、ちょっとね、今年は発売の発表とかもしてなくてね、今現段階で言うともうこの冷やし中華が食べれるのはここだけなんで、藤丸さんファンは絶対に食いに来てください。もちろんね、いわゆる二郎系なので、麺料も、まあ、あとはトッピング、具材も多いんですけど、味だけで言ったらね、本当に女性の方でも、お好みの二郎系って感じ。いろいろ注文怖いんじゃないかなとかっていう心配があって、なかなかね、二郎系のラーメン屋さん、一人で行けませんって方もいらっしゃると思うんですけど、ここのね、店舗はもう本当にめちゃくちゃおしゃれなんですよ。ぜひね、ちょっと気になる方は一度ここで食べてみてもらって、そこからね、これ美味しいなと思ったら、まあ、ちょっと勇気いるかもしれませんけれども、またね、店舗でも食べてみていただけたらと思います。うわ、これ最後めっちゃうまい。いや、これちょっとね、皆さん最後絶対にこれ具材残るんですけど、これね、タレと一緒にすくってほしい。普通に麺だけで食べた時の感覚とちょっと違くて、やっぱりね、このチャーシューについてる醤油とかがこのタレにね、染みてくるとイメージが変わると思います。で、それとね、また一緒に食べるコーンがめちゃくちゃうまい。ぜひお試しください。じゃあこちらも最後はですね、この卵で締めます。うまかった。ごちそうさまでした。ということで、本日はですね、公開している時にはですね、もうすでに開催していると思いますが、藤丸さんがイベントを開始するということで、このラーメンとこのイベント限定であります冷やし中華をいただいてまいりました。どちらもイベントとは思えないクオリティです。もうなかなかお店に行く機会がない方でも、この新宿駅であればね、すぐ来れる方も多いかと思いますので、気になる方はぜひですね、この藤丸さんのラーメンと冷やし中華食べてみてください。で、
ちなみにですね、やっぱり男性でも女性でもこの二郎系のゆで前 300g の麺は多くて食べれないよって方いらっしゃると思いますが、券売機の方にはですね 200g 販売しておりますし、 200g でもやっぱり苦しいって方はですね、言っていただければ麺半分ですとかそういった対応もできるっていうことですので、皆様はですね、ぜひ無理のない程度に、自分のね楽しめる量でこのラーメン食べてみてください。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価、またですね、最近ではサブチャンネルでも活動を行っておりますので、そちらを合わせて概要欄からチェックしてみてください。そしたら僕はこの後急いで急ピッチで編集をしたいと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。じゃあね。ということで本日もご視聴ありがとうございました。藤丸さんがね、まさかこの新宿のラーメンイベントに出店すると誰が思ったでしょうかという、本当にね、まあラーメン好きと言いますか、藤丸さんが好きなお客様にとっては、もう全員が思うような結構ね、センセーショナルなイベントだと思うんですけれども、やっぱりね、こう二郎系と言いますとなかなかね、行きにくいと、普段行ったことない方からしたらかなり敷居が高いんじゃないかみたいな、そんなね、イメージを持たれていて、なかなか普段行けませんっていう方も多いと思いますので、ぜひですね、この機会に一度この藤丸さんのラーメンを食べてみてもらって、本当にですね、店舗の方なんかは、思いのほかそんなにねガチガチと怖い感じではないので、ここで美味しいと思ってくださったらぜひ一度ですね、お店の方にも足を運んでもらって、この藤丸さんのラーメン食べてみてください。で本日の米編コーナーなんですが、ちょっと僕個人的にですね、こうタイムリーというか、ぜひですね取り上げさせていただきたいコメントが一つありましたので、そちらに対して米編をさせていただきたいと思います。コメントの方でいただいたんですけれども、先日ですねマツコの知らない世界というテレビ番組でコーヒーゼリーの特集をやっておりましたと。まあ、我が家もですねこの番組大好きで毎週録画してまして、もちろん拝見しております。すっごい楽しかったよねこの回、めちゃくちゃ見ちゃったんだけど、なんかですねこのラーメンショップさん、栃木の、鹿沼市の方にございますラーメンショップさんの方で、なんとコーヒーゼリーを提供しているお店さんがあると、まさかすぎると思うんですけど、もともとですね店主さんが喫茶店をやられてたようなマスターさんだったみたいで、そこからラーメンショップに転身をしたと。なのでこうそのラーメンショップさんではね、店主さん直々に作った自家製のコーヒーゼリーが提供されているってことだったんですけれども、これがまあ美味しそう。本当にねシンプルに丁寧にこうコーヒーを抽出して、で固めただけっていう感じの、変にねこう添加物を入れたりとかこう甘みを足したりとかっていうのではなくて、純粋にコーヒーの香りを楽しんでほしい、そんなねコーヒーゼリーみたいなんですが、そこにねこのシナモンのパウダーだったりとか、まあもちろんそのシロップ的な甘みを足すものだったりとか、お客様がね、自由にカスタマイズできるっていうようなコーヒーゼリーらしいんですけれども、美味しそうじゃないですか。やっぱラーメンショップさんのラーメンでね、こう動物系のこの出汁だったりとか油感が効いているスープなので、やっぱこってりしている分、食後にねさっぱりしたいなみたいな、そんな気持ちになることがよく僕もねあるんですよ。だからこのラーメンショップさんのラーメンを食べた後に苦いコーヒーゼリー、これ最高だなぁと思うんですけれども、僕自身もですねもちろんラーメンショップさん以外で結構ラーメンの撮影っていうのが多いものでして、で最近もさこう気温が上がってきたじゃないですか。でそうするとね、やっぱデカ盛りのラーメンを食べた後に冷たいねデザート、例えばコンビニで言ったらまあアイスクリームだったりとか、そういったものが食べたくなってしまうので、ちょこちょことちょこちょこ、うん本当にちょこちょこなんだけどね、買う時あるんですよ。まあ皆さんもねこうラーメンっていうのは結構しっかりこってりしたものが多いと思うので、ぜひですねコメント欄の方に、みんな自分がラーメンを食べた後に食べたいスイーツ、まあ、こんなのもね、書いていただければなと思います。はい、そんな感じかな今日は。はい、ということで次の動画でまたお会いしましょう。じゃあね。最後噛んだ。